こんにちは、まーです、グラ様やっていきたいと思います。まずちょっと見てほしいものがあるんですけど、まずミラ、あ、違う、フェンは違った、ごめんなさい。ディーゼ、ゼイオルグがもう進化できるんですよ。でもレグルス、肝心のレグルスがこれあと2個なので、ちょっと我慢してます今。いや、ゼイオルグもリーゼちゃんもミラもしたいんだけど、この肝心なフェンもね、あとこれが足りてなかったりとか、なのでできる人がこんなにいるんですけど、まあ一人やったら素材足りないとかなるのかも、もしかしたらね、あるかもしれないけど、ちょっと今保留の状態です。やっぱね、私も今ね、一番レグルスさんをさせたいんですよ、憧れの。で、なんか新武器だかなんだかも持たせてみたいので、ちょっと我慢です。はい。で、今日はそんなことではなくてですね、こちら、紋章級なんたかの神殿行ってみたいと思います。で、まあ結構ね、中級上級も大変みたいで、まあやっとランク60になったので上級行けるようになったんですけど、まあ一応プレイ可能回数は3回なので、まず初級からちょっと行ってみたいなと思います。あら、この雫って何に使えるんだっけ、なんだっけな、これをなんか変えれるんだっけ、あ、変更できるんだ。 OKOKOK で、相手の属性とかも全然わかんないので、とりあえず適当にパーティーを組みました。初級はいけるんでない、オートでも。なめてるかな、星4つだしな。何これ、ちょっとキモい。あー、硬いんだ。めっちゃ硬くね、ちょっと。え、ちょっと道中も厳しいかな。あ、大丈夫だね。こいつが硬い。なんだこいつは。一定の攻撃をすれば通るのか、ちょっとわかんない。魔法攻撃が通るのかな、どうなんだろう。ラドワーク、誰もたまっとらん。結構硬そうだな。あー、これを削らないとダメージあんまり入んないですね。おおお、いいよいいよいいよ、いけいけいけ、行くしかない。オッケー。なるほどなるほど。なんか落ちた。え、気のせい。あ、かけらか。あ、呪い耐性。
まあとりあえずつけてみるか。はい、どうせ帰れるしね。おお、かっこいいぞ。で中級いきます。あと2回。結構硬かったね。相手火？火だったよね。なんか違ったっけ。あ、でも中級もあいつとは限らないのかな。でも多分同じボスですよね。あれ火じゃないか、光だったっけ。あれ、まあいいや、とりあえず行ってみるか。中級もうすぐ忘れるのでね、属性が何だったかもわからん。お、水色。魔法を、あー抜けた。何なんだろう、なんか相性があるのかな。硬いぞ。硬い硬い。よし、この人の抜けるルールがわからない。なんだ、あー、なんだ、一定のあれなのかな。ただ硬いだけか。OKOKOK。あ、光か相手。 OK、 ごめんなさい、間違ってた。私は忠告した。投げる形取る。余計な手間をかけさせろ。OK、 いいよ。これエーストちゃん、溜まって。硬いな。信用機貯めたいな。やばいやばい、相手のダメージが来ちゃう。やばい、くる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 。いやー、やばい、なんだこれ、呪いか、燃焼、いろいろなことが起きてるぞ。やばい、新容疑打ちたい打ちたい、たまれたまれ、オッケー来たー。おっしゃー、余裕じゃん。あ、なんかピンクの落ちた。なんだろうなんだろう、え、なんか楽しい。イエーイ、ミッションクリア。ゲッ、またかけら落ちた。なるほどね。あ、これいいじゃん。え、これめっちゃ良くない？クリティカルダメージアップレベル3。あ、これいいじゃん。こっちにしよう、こっちにしよう。え、これ良くない？めっちゃ結構いいの落ちたんちゃう？レベル何本まであるんだろう。え、めっちゃいくない？え、ちょっと待って、ちょっと待って。あのさ、先頭にしてった子につくんだもんね。リーダーか。あ、リーダーにしてね。あ、なるほど。このガキガキもレベルがあるんだ、色とか。この星型みたいのがきっとすごいんだろうな。かけらを10個集めて、かけらを合成してより、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。あ、おお、こういう風に出るんだ。へえ、ああ、なるほどね。
あ、すごいあるじゃん。私のなんぼ、なんだっけ？え？ちょっと待って。あ、うん？レベル3。あ、5% アップか。なるほどね。なるほど。これだ。あ、この上があるんだ。そっか、なるほどね。でもこれ、個人的にエストちゃんにこれついたの結構美味しいんだよな。あ、こっちはクリッ、あ、なるほどね。そうかそうか、なるほどなるほど。この色で段階があるんだね。オッケーだよ。じゃあとりあえず次はね、リーダー変えてこう。どうしようかな。フェンリーダーにしようかな。手伝おう。よし。じゃ上級ランク60成り立てですけども、行ってみましょうか。ブレイク力アップ、よし。いや楽しいなこれ。いやでも上級は厳しいかな、硬いかな。こいつはよくわからないけどゴリ押しで、いけ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 。オッケー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 。ロックバトラル、なんだこれ、毒か、毒にかかったのか。非常に厄介だな。うわ、なになに、なんかしてきたんだけど。ちょっと、いやー、やめなさいよ、まさかの。こんなとこでリーゼちゃん使うと思わなかったよ、ナースリーゼ。そっか、やっぱ上級はなめてるね。やばい、みんな凍ってる、やだ。オッケー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 。ベルセルクって強いな。あー、別にこいつに使わなくてよかった、間違った。やばいぞやばいぞ。やばいなこれは、ボス戦厳しいかな。死んでもうたみんな。いやー、このマールゼクスの時代も終わるんだな、闇マールゼクスのおかげで。ちょっとこれやばくない？ちょっと上級あれだね、ソロじゃ厳しいかな。いやーいやー、わ、なんかいる、青いのも。あー、超邪魔、マジか。あー、やられそう。動いて、ドーン。はーい、死んじゃいました。死んでも、あ、クリアするまで消えないんだ。よし、ということでマルチで行ってみますか。つわもの募集、
よろしく。わ、すごい入ってきてくれた。わ、すごい入ってきた。お願いします。行くぜ。いいですね。すぐ入ってきましたよ。わあ、いいな、かっこいい。これなんてやつ、うわ、はやいいね。早い早い早い、いけそういけそう。オッケー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 。この青いのだと何かとかあるのかな。OK。私は忠告したぞ。ありがとう。すごいな。いや、すごいな。これは上級は結構覚醒しないと厳しい系だね。うりゃうりゃ。え、なんか今時差あったの。私は忠告したぞ。投げるカタストロフ。おお、すげえ。すごいすごい、みんなのおかげでたまるのが早い。よし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 。いいよ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 。うわー、すごい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 。いけいけ終わる前にいけ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 、みんないけみんないけ。あー、いかんかったか。惜しかったね。やばいな、 HP は結構減ってきちゃってる。やだやだ、死にたくない死にたくない。これ奥義打ってる間にこの装備のスキルって打ったらどうなるんですか。反映されてるのかな。あ、死んじゃった一人。マジか。あー、そっか、意外と強いな。はい、ということでなかなか上級厳しいですね。うん、結構マルチでも厳しいな。うん、しかもその連れて行ったキャラにつくからね、そこもですよね。うん、はい、ということでちょっと紋章9やってきました。まあ一応エストちゃんにちょっと紋章石をつけられたのはまあ良かったかなと思います。ただね、結構連れてくマルチにしろつけん連れてく子は結構大変ですね、これはね。できればソロで回れるようになったら一番いいかもしれないですね。うん、はい、ということで、紋章級やってみた動画でした。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。